おはようテラちゃん。ニュースピックアップ。この時間は月刊誌ムーの編集長三上竹春さんに世界で起きている摩訶不思議な現象について話を聞いていきます。三上さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では現在発売中、月刊ムー9月号からこちら。被害者の苦痛を加害者に埋め込み、強制的に更生させる未来の刑務所。分子生物学者のアルガイリ氏が公開した未来の刑務所のコンセプトが世界に衝撃を与えています。三上さん、これはどういうコンセプトなんでしょう。まあ、これバーチャルリアリティ、はい、ね、はい、今こうゴーグルなんかこうはめて、なんかこう、で、まあ、例えばこれ実際にやるとすごいんですけども、例えばその地上100メートルのビルの屋上、はい、のてっぺんに立って、一歩踏み出すともうね、落ちちゃう。落ちちゃう、はい。これをこう体験できるわけです。はい、VR ですね。仮想現実、はい。怖いですよ。あ、三上さん体験したんですか。いやいや、やったことあるけど、いや怖い。本当に怖いんだ。だからアイデアとして、そのね、罪を犯した人に刑としてね、このバーチャルリアリティで、ね、もう怖がらせるというかね、そういう体験をさせることによって更生させるとか、まあ、ある種被害者の思いというものを果たすみたいなね、概念というのはこういくつかあって、はい、で今回の場合にはもう記憶、うん、ほう、これね重要なポイントがあって、記憶っていうのはメモリーっていうでしょ。はい、メモリー、はい、メモリー、ええ、パソコンでもメモリー、まあ、メモリーって言いますね。つまりデータなんですよ。はあ。記憶とはデータなんです。データなんだ。だから、ええ、そのある種の、まあ、こういったね、被害者の苦痛、はい、ね、例えば殺された、痛い、はい、怖いっていった感情とかも全部記憶であり、これはデータなんです。データ化するんですね。これを、はい、加害者の頭の中、脳の中にダウンロードさせ、はい、ダウンロードさせて同じ苦痛を味わわせてやろうじゃないかっていうのがこのコンセプトです。そうか、同じその被害者側のその、まあ、記憶を、まあ、受刑者が味わうとなると、まあ、後悔したりだとか、こんな思いだったんだみたいに、まあ、反省も出てくるかもしれませんもんね。そうなんですよ。でしかもね、その記憶というのはデータというか、まあ、圧縮もできるわけですよね。はい、あ、はい、動画を見るときに、ね、最近だとこう2倍速とかで、あります、あります、倍速で、進めちゃうときある、はい、でそれをやればいい、うん、だから1分間、はい、この恐ろしい体験をさせることって、それが懲役30年に相当するような、まあ、そういうふうな記憶の作り方ってできるわけですよ。だから本人はもう30年間経ってるような、はい、まあ、感覚になるわけです ね。ただあれですよ、はい、これきれい事でなんか言ってますけど、れっきとしたこれマインドコントロールですかね。あ、言われてみればそうですね。もうある種の人権をないがしろにした恐ろしい発想でもある。悪魔的ではある、はい、先ほど三上さんね、100メートル の、 そのビルからというバーチャルリアリティのゴーグルつけた、まあ、だからこれ、いや受刑者にそのまんまは無理で、だって目閉じちゃったらそれ味わえないし、だから脳なんですね。脳に直接なんですね。これ ね、 これね、非常に危険なのと、はい、あとね、これある種のスピリチュアルというか無的な世界っていうと、その記憶ですよね。はい、記憶、記憶を、被害者の記憶を受刑者の、はい、脳にダウンロードするってことは、はい、受刑者が被害者の、被害者になる、なるってこともあり得るってことなんですね。これ意味わかりますか。これ、例えば、はい、この記憶っていうのを一生分だと考えたら、はい、受刑者の脳にダウンロードしたら、はい、受刑者はこの記憶を何だと思います。生まれてから死ぬまでの記憶があるわけですよ、はい、持つわけですよ、死んでるわけですよ、はい、前世です、前世、はい、だからその一生分の記憶をもし仮にダウンロードされたその人は、この
その記憶を前世だと認識する可能性がある。前世と認識するんですか。だって死ぬまであるの。はいはい、生まれてから死ぬまでの記憶がある。はい、この記憶は一体何なの。おでも今生きてる、はい、ということは前世の記憶じゃないかだと思う。ひょっとしたら今世の中で言う生まれ変わりだとか、はい、前世の記憶を持つという方々は、ええ、その記憶って本当に前世なはだから今後この IT というか、ええ、これからどん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 こう進んでいくと、ええ、いずれこれ生まれ変わり現象に関する、ね、謎の解明する突破口になります。あ、そうなんですね。はい、さあそれでは続いて月刊ムー9月号からこちら行きましょう。縄文土偶ドバン君は土笛、死者と交信する魔的だった。秋田県鹿角市にある大湯環状列石、いわゆる大湯ストーンサークルから出土しました謎の板状の土偶です。そこに刻まれた穴の配列には実は重要な意味があったという内容です。土偶はですね、縄文時代のゆるキャラだったと記事にあるわけなんですが、三上さんこれ本当ですか。いやもうね、ええ、日本人はね、ええ、あのゆるキャラ好きなんね。そうですね、ええ、ゆるキャラ大好き。世界的に見ても、ええ、もうそれはもう昔から、ええ、あ昔からだからか、縄文時代からね、ええ、ゆるキャラ好きなのよ。そうだったんだ、ええ、だからいろんなその土偶とかねありますよね、形でね、くしゃこうき道具とかね、ハート型道具とか、はい、いろいろありますけども、宇宙人みたいなのもあるしね。あれはみんなゆるキャラだと。 あれゆるキャラなんですか。これ土偶を読むっていう本がありまして、これ高倉先生という方がですね発表したもので、例えばそのハート型土偶の顔っていうのは、はい、くるみだと。くるみを割った時の形がそのまま顔になっている。はい、だからまあそのハート型土偶っていうのはある種くるみ人間だと。あ、そうなんですか。くるみをゆるキャラにしたんだと。まあ、そういうキャラクターみたいなね、まあそりゃそうですよね。あ、なんかこう擬人化するにしても、はい、やっぱり可愛い方がいいじゃん。そうです、人の表情もね。それは、ね、縄文人も同じ。そうだったんですね。でこれ大湯環状列石ではですね、縄文時代のさまざまな遺跡というのが出土されています。粘土で作った土の製品のうち平らに形作ったものを土板と言います。で、このその愛くるしい見た目からですね、土板くんと、まあ、こういうふうに呼ばれているわけなんですが、出土したこの土板の特徴、数ということなんですが、これ一体どういうものなんでしょう。まず板状になったものは基本的に土板。土板、はい、でさらにその土板にも例えば顔を描く、はい、そうするといわゆるその板状土偶ですね。はい、まあ、立体的なもので言うと、例えば青森の三内丸山遺跡から出土したこの板状土偶とかあるんですけど、はい、あれも土板です、ね、あれも土板、はい、で、ただこの大湯環状列石から出土したまあ、これもね、もう本当にゆるキャラになって、ドバン君、ドバン君、はい、これはね、すごい、もうね、国宝に指定した方がいいんじゃないですか。そのくらいなんですか。まあ、そんなに大きくはないんですけれども、ちょっとしてもらえたらな、まず大前提として、顔があるんですよ、はい、目があって、口があって、口があって、はい、そこまではまあね、よくある、はい、ですけども、この目、口、それから手。はい、あと耳だと言われてる部分が、これね、いわゆるサイコロの目ってあるじゃないですか。あります、はい、目。これになってるんですよ。へえ。だから口が一個大きいのが入ってて、あ、1か、はい。で両目で2、2、はい。で3はですね、これは右手。おほう。4が左手。はい。で真ん中に線があって、これが5。本当だ。今手元にあるんですけど。で裏返して3つ穴が2箇所にある、左右にある、はい、合計6。おお、合わせると1から6まであるわけ。ってことはこれ数かなんか数えてたってことなんですか。そりゃそうでしょ。
そあそれはそっか、それはそうっすね。縄文人を舐めちゃいかん。なことは分かる。そうか、縄文人数数えてた、まあてね、縄文人にもなんか数の概念があったとかね、はい、なんか偉そうに言ってる人いますけど、何言ってんだと、何を言ってんだよ、縄文人はもっと高度だ、ね、そうでしたか、もっとね、もう数学的な概念を持ってた。そうなんですか。あ、そりゃそうだ、もうただの数の概念じゃなくて、数学的なね、そういう、はい、頭のいい人っているんだ。やっぱりそうか、いる、ね、中にはいるわけですよね。そうだって、そうなんですね、でも1から6って改めて今三上さんに指摘されて、本当だとちゃんと振ってあるんですよね、でこの穴に関してまだ謎があってですね、下側の面にもう一つ大きな穴があるそうですね。まあ、いわゆる加速面っていう、ほうほう、まあ、一応立体的なので、まあ、いわゆるその縦に見た時のこの下の部分の側面、はい、ここにも穴があるんですよ。う、まあ、一応土偶なので、ええ、人体であると、そうすると下の方ですよね。下の方の穴っつったら、はい、まあね、まあ、男と女でもあれですけども、はい、両方共通してるのはお尻と。そうですね、お尻だ。へえ、ここが重要なんですよね、はい、あ、肛門だね、ええ、あ、いい、なるほどね、肛門じゃ、で面白いのはこれね、数年前にこれ CT 撮ったと、内部の構造を調べたところ、はい、口とつながってたと。へえ、口からお尻、はい、まあある種の腸というか、はい、そりゃそうですね、食べたものは、口から食べたものは肛門から出る、出てきますもんね。そういう意味でこれは腸というかな、人体の構造を前提とした土偶である、はい、というのが、ええ、まあ、今あの、ね、博物館というか資料館のところに行きますと、ええ、そのように説明されてますけども、そうなんですね、こっから先なんですよ、はい、あ、ここからですね、ええ、こっからムーなんですよ、ええ、ここまでは普通にね、ええ、ホームページで紹介してる、はい、こっから先こっからだムーは、はい、これね、気づいてないんですよ。何ですか、これね、ええ、同じものがあるんですよ。ほう、似たようなものが、ええ、同じ秋田県の美郷町で出てるその土偶が、あ、土偶、はい、やっぱりね、同じような2つの目があって口があって、はい、板状ではないんだけどちょっとね膨らみがあるんだけども、やはりあの肛門があるんです。おー、あ、じゃあ同じ感じだ、はい、そうそうそう、だからプロトドバン君って言ってる。ほうほうほう、ええ、まあ、あの時代的にもそっちの方がまあ古いという、はい、ところが、おなんと甲府、山梨県の甲府の、甲府、山梨の甲府遺跡からこのドバン君とそっくりなものが実は出土していた。出て、お、じゃ同じようなものが、こちらの方は口しかない、はい、口と肛門しかない。あ、それしかない、はい、そう、これ何だと思う。何ですかそれ。まさに板状なんですよ。板状 で、はい、板状で口のようなもの、口とお尻しかない、はい、で繋がってるんです、これ笛なんです。笛ですか。土笛。へえ。縄文人も楽器を奏でてた。土笛。ええ。これちゃんとしたあの学術的にもこう論文というか発表されていて、あの甲府の方の遺跡の方でもこれは土笛であると。おお、あ、そう。ちゃんと説明されてる。ええ。ということはですよ。ええ。ドバンクも笛でしょ。おお、そうですね。同じような形で、笛なわけですから、はい、音楽というかな、音を出してなんか音を出すメロディー、ね、何やってたんですか。何でしょう、何のための音楽。はい、縄文人にとって音楽っていうのは、やっぱりね、呪術的な、はあ、呪術か。だから神様とかね、霊霊とかそういう存在と交信するための儀式として音を奏でてた。はあ、それはもう世界中そうですよね、。そういった儀式には音楽はこう不可欠です。そうですよね。そうだそうだ。ということはこの大井のストーンサークルでも、はい、縄文人は音楽を奏でて、はい、ね、他にもね、太鼓とかね、いろいろね、いろんなものを叩いてた楽器みたいなものがあったりし、あ、それも存在していた。ね、はあ、さらに笛があったとなんやもう。じゃあ一体ストーンサークルって何なの。あ、そうですね、ストーンサークル、ね、墓だとか言われてたりとか、はい、住居にしてはその痕跡がないな、
どうも儀式をやってる場所だったっていうところは分かってる、はい、ということは、うん、ね、音楽を奏でて、はい、笛を奏でて、精霊を呼び寄せて、はい、だからあのストーンサークルはまさに魔術儀式、はあ、呪術儀式をやる場所なんです。だったってことなんですね、はあ、だからよくね、魔術、まあ、西洋魔術もそうなんですけど、地面にね、こう絵を描くんです、はい、魔法円とか、魔法陣って言ったりしますけど、まさにそれがストーンサークル、はあ、じゃあ上空から見るとそれが分かるんですね。そうなんです。で今回、ね、その重要なところは、はい、ストーンサークルって言っちゃうんだよね、はい、魔法円とか言っちゃうから丸だと思っちゃうでしょ。そうです、サークル、ね、これがよくない。何の先入観もなく、はい、この大井のストーンサークルの、まあ、衛星写真、はい、航空写真を、まあ、子供でもいいんですよ、それこそ子供、何の先入観もない子供たちに見せたら、はい、丸って言わないですよ。言わないですか。四角ですよ。そうなんですか。サークルじゃないや。じゃあ四角であったりとか、五角形とか六角形とか、だから何の先入観もなくそのまま見ると四角なんですよ。そうなんですね。四角ということは、ドバン、おお、四角だ。でそういう目で見ると、これはストーンサークルの一つの方なんですけども、目があるんですよ、はい、口があるんですよ、はい、もうドバン君そっくり、はい、したら、まあこれも時代的にね、そのストーンサークルの建設年代とそのドバンの作られた年代っていうのはこう違うかもしれないけども、はい、そういった思想っていうのがあった可能性がある。はあ。だからストーンサークルはあれは人面かもしれない。そうなんですね。人面サークル。はあ。何にそれを見せてたんだってことですね。それはもう地上絵ですから、うん、空でしょう。そうなんでしょうね。ってことはその頃から空から何が降りてきたのかなという感じもしますね。宇宙人に決まってんじゃないですか。すいません、何言ってんですか。そうですか。そうですよね。UFOが飛来してきて飛んできたからこそ天空に向けて、ね、ここだよと、顔こんな顔してますよ、はあ、はい、こんな驚きの話題が満載の月刊ムー9月号、現在好評発売中です。月刊誌ムー編集長三上武春さんでした。三上さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ニュースピックアップでした。